日本の現代音楽を代表する作曲家竹光徹さん。敗戦直前の14歳、勤労動員の山の中でひっそりと聞いたシャンソンがその後の竹光さんの人生を決めたといいます。代表作「ノーベンバーステップス」など日本の楽器を使った作曲活動を始め、その後の竹光さんの数々の作品は現代音楽に常に問題を投げかけてきました。竹光音楽は国際的にも数多く演奏され、最も知名度の高い日本人の音楽家の一人です。同時代の思想や感情と常に密接に触れていたいという竹光さんは、また映画や劇の音楽も数多く手掛け、さらに多くのエッセイなど幅広く活躍されています。音について話すっていうのは本当に難しいことで、西洋の近代音楽においてはそのやはりその表現者が音を通してそのものが言いやすいように、まあ音っていうのはどん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 綺麗になってきたっていうか、非常にその無正確なものになってきているわけです。でことにその専門家が陥りやすいその藍色っていうのは、ともするとこう知的なものになりすぎてしまって、音自体が持っているその響きが本来持っているそのいろんな、官能的なものとかですね、肉体っていうものをまあ捨ててきたわけだけれども、それを僕自身はまあ音楽という、まあ、今までにいろんなヨーロッパの作曲家なんかが発明したり発見してきたその多様な方法を通して、さらにそのもう一度その音の、生きたその実相っていうか姿を、取り戻したい、まあちょっと大げさになるけれどもそういう気持ちがあるんですね。音はやっぱりその社会の中でいろんなありようっていうか姿を見せるわけで、でやはり芸術家としてはこの置かれている状況というか今日の状況のっぴきならないその状況の中でやっぱり何かその表現しなければならないわけですけれど、まあしかしそれとは言ってもその表現する媒体として僕にとっては音しかないわけで、その音をやはりこう手触りのある確かなものとして捉え直したいっていう気持ちが、まあ、今一番強くあると言ったらいいんじゃないかと。こっち側にもいるから、ね、映画を作るぐらい面白い仕事はないと映画監督のハニススムさんは言います。人間にとって映像とは何か、人間が映像を見映像を作るとは一体何なのか、ハニさんは常に問い続けてきました。昭和30年代教室の子どもたちなどの記録映画でブルーリボン賞など内外の賞を、その後不良少年彼女と彼など劇映画でも国際的な評価を受けてきた羽生さん、最近はアフリカの魅力に取りつかれ動物を取材した映画やテレビ番組で活躍されています。僕は どっちかというと今まで あまりこう人と話すのはそんなに上手な方じゃないし、なんかこうそういう人と話してもうなかなか通じない部分というのは人間には非常に多いんじゃないかというようなことの方にむしろ気を
捉えてた人間だと思うんだけど、まあ、最近いろんな意味でこうそういう自分と全く違う人の持ってるものをぶつけてみたいという感じを非常に、まあ、思っていたところに、竹光さんというのは、まあ、そういう意味では非常に、ね、願ってもない、まあ、これは竹光さんの方はどうもあるか知らないけど、まあ、私としては大変、まあ、ありがたい話し相手という感じがしたいんですね。非常になんかこう、竹光さんとは通じるというふうな部分と、それから全く竹光さんとは違うなという、その両方の部分を持ってるのはなぜだろう。そしてその我々が考えていることは、ただ単にそれは人間の気質とか育ちとか仕事の性質とかそういう違いじゃなくて、もう少し大きく言うと、つまりこれはもう我々人間の全てが持ってる問題だと思うんですけど、つまり自分を一体どういうふうにこう見つめるのか、あるいはその人間というふうなものを一体どういうふうに考えるのか、そしてその自分というふうなことが、自分が一人で生きてるわけじゃないから当然表現ということがあるわけだけど、その表現というふうなことが、実際人間に とってはどういうことなのか、まあ、僕はどうしても、もう具体的にしかものを考えられない人間なんで、その竹光徹という一人の人間と、まあ、ハニスムという一人の人間のこう関わり合いの中で、まあ、見つめ直したい ことによると、二人で お互いに独り言を言って終わるというふうに なるのかもしれないけども、あるいはその お互いの独り言に耳を傾けることで、また自分の独り言の内容も変わっていくのかもしれないし、まあ、そういう意味では、まあ、あの本当に非常に早く会いたいという感じを持っているわけです。ああどうも分かんなかった雨の中 なかなか いいとこですね。素晴らしいとこ。え、素晴らしいとこですよ。初めてですか。初めてなのか。ああ僕前に一度ね、うん、ラウシュンバーグのやったでしょ。時にゆっくり あの時、ね、初めてやった。うん、こうやった。久しぶりです。いや実は今日はねすごい本当にね楽しみにしてきたんです。ラウシュンこんなゆっくり話す機会っていうの、そう、なんか昔話しててもね、結局僕はどうも竹光さんの言ったことを本当にちゃんと捕まえてなかったっていうことがね、この頃ね。いや僕はあんまり何も言ってなかったし一方的に言いまくられちゃった。いやそんなことはないと思うけど、なんとなく竹光さんって喋らない人って感じでさ、つまり沈黙とか音とか言ってることがさ、どうしてそういうことをああいうふうに考えなくちゃいけないのかと思ってたんだけどさ、うん、いやアフリカなんか行くとやっぱりねすごくね初めてわかるね。そういうそうでしょう、うん、あのこういうことがね、日本にいる沈黙なんてもんじゃないでしょ、うん、怖いぐらいでしょ。いやもうね、竹光さんは今から二十数年前、ハニスムさんと作家の大江健三郎さんに捧げるエッセイ喫音宣言を表しました。その中には竹光さんの音と言葉と音楽に対する基本的な思想が記されています。対談はこのエッセイをめぐって始まりました。あれはどのぐらい前かね、30年ぐらい前かしら、 あなたがあの喫音宣言っていうあれ読んでね、あのいや僕はあの時はまあ それほどともなかったけど、考えてみればほらその自分がどもりだっていうことをね、やっぱ子供の頃は今のさっきの話じゃないけど、そのかなりこうやっぱり、まあ、隠すって隠せないけどね、これ一番隠せないもんなんだけど、うん、まあできるだけ人に触れてもらいたく、まあ、ないっていうふうな部分があって、まああの頃はもうあまり自分でそれを気にしてもしょうがないと思ってたんだけど、
なんかそのどもりというものをあれは非常に積極的に書いてるでしょ。そうです。いやそれはもちろんさ、僕あれを書こうと思った時には大江健三郎さんもそうで、うんうん、少し吉音さんとか、うんうん、兄さんがそうでね、うん、か僕はまあそれとベートーベンがそうだっていう説を立てて、うん、あの有名なベートーベンの5番のダダダダンっていうのは、うんうん、あれはもう完全な、うん、どもりの人の、うんうん、で それにまあ僕が積極的に意味を見出して、うん、あのまあ そんなことがあったりして、まあ、つまり自分自治自身はじゃあなぜ どもるんだろうっていうふうなことをね逆に考えるようになっていたら、そういういわゆる吃音の人たちの集まりがあってね、初めはもとっても小さい集まりだったんですよ。よく勉強していい書かれてね、でそれがあの10年ぐらい前に東京吃音宣言って東京吃音宣言っていうのを発したわけですよ、うんうん、でね それの第一句がね、うん、どもりは治らないかもしれないっていう一句だった、うんうん、でこれはそのいわゆる言語矯正教育みたいなことをしてる人にはもうショックなわけですよ。今でどもり屋敷もやれば治りますってこう教えてたのが、うん、そのね、うん、その団体がどもり屋は治らないかもしれないっていうの、いやすごい問題になったんだけどね。つまりね、どうしてそういうことを言ったかというと、確かに一時的には治るらしいのね、どもりも折れついやと、うん、とか必ず何年かするとまたどもり屋になる上に、やっぱりそのどもりの人を好きになって結婚した相手とか恋人とか親友とかいるでしょ。そういう人がどもってた間のあなたはね、なんか別人みたいだった。どもりが治ってた間、うん、でどもりがまた戻ってきた時になんか非常にね本当の生きたあなたを感じるって言ってね、むしろ積極的にそっちをね、うん、あれするって、でそんなことからね、なんかどもりっていうのはその人の人間としての在り方と関わってる面があるんじゃないかっていうことを言い出したんでね、うん、僕は偶然それを読んだ時さ、あなたの吃音宣言をまあ思い出してね、吃音宣言を読んだ時はまたって竹内さんは大変さ一流の難しいこと言ってるなと思ったんだけどね。まああの頃の音楽っていうのが、まあ僕たちがやってるいわゆるなんていうんですか、現代音楽っていうもんなんだけれども非常にこう知的なもんになってきて、全然そのそれぞれの作家っていうか作曲家の肉体なんてもあんまり感じられないようなね、うん、音楽、まあ、非常に知的でこう平面的な紙の上の事件として作られるっていう、まあ、非常に美意識だけはあるんだけども、うん、それがもうあまりにも鮮明になっちゃってて、でそういうことについてのまあ自分自身の何て言うんだろう反省っていうかね、大江さんと兄さんから学ぶところが非常にあって書いたわけですよ。僕ね、そうあれはまあたまたま書いた10年じゃないけど、まあ二十何年前に書いたんですけど、最近になってねまた自分がまあ、ある程度長い間音楽やってきてね、うん、その僕は別にその吃音とかどもりってことを何か別にこう象徴的な意味を感じて、それによって何か自分がそれに託して何か言いたいっていうようなことは何もないんですけどね、ないんだけれどもね、どうもそれにしても非常にやっぱりそういう一つの障害っていうの、障害を持ってるってことがね、まあ、普通障害っていうのは非常にこう、マイナス面っていうか、うん、マイナーに見るわけだけれども、見ようによってそれをこう非常に積極的にこう肯定的にね見ていくとね、大変大きな何か力があるんじゃないかっていうふうに思うようになってきたのね。でそういう何かそういうものに興味を持ち出したっていうのはね、随分ねハニさんの影響があるんじゃないかと思うんですよ。そうか、うん、音と言葉を一人の人間が自分のものにする最初の時のことを想像してみたらいい。芸術が生命と密接につながるものであるならば、ふと口をついて出る言葉にならないような言葉、ため息、叫びなどを詩と呼び、音楽と呼んでも差し支えないだろう。
音や言葉にそうした諸元的な力を回復しなければいけない。音楽も詩もそこからしか出発しないように思う。ドモリはしゃっくりやくしゃみ、笑いや泣き声と近親関係にある。ドモリの論理性を断ち切るような非連続の仕方は力強い。現代音楽の美学では反復というものは拒否される。そしてますます人間というものから遠ざかり、方式の形骸となってしまう。ドモリの偉大さは反復にある。それは地球の回転、四季の繰り返し、人間の一生、宇宙の形作る大きな生命の現れなのである。もう一度ベートーベンを。ダダダッダン、ダダダッダン。ただ僕の場合ね、その、まあ、戦争直後からまあ音楽を やりたいと思ったわけです、うんうん。まあ、つまりなんかこう自分がやっぱ音楽でこうエクスプレスしたいっていう気持ちがあったわけね、うんうんうん。非常にその向こう道だったんだけれども、つまり僕はその何ら音楽的な環境で育ったわけじゃないし、ただまあ音楽が好きだってことで、しかし自分が何か表したいんだけれど、その表し方っていうのがまず分かんなかったわけですね。で楽器なんかも触ったこともないし、それで音符の書き方はもちろん何も知りもしないし、だけど何しろね、その音を触りたいとかそういうような気持ちが非常に強くあって、でたまたまその楽器を持ってなかったから、その頃に東通鼓っていう今のソニーですけれども、うん、そこでワイヤレスの、あ、ワイヤーの録音機っていうのが出始めたところで、うん、それをたまたま使うことができて、うん、それでいろんな音を録音して、うん、したりすることから始めたのね、うんうん、自分の音楽っていうの、楽器がなかったからっていうのと、楽器の弾き方を知らなかったってことだけでね、うん、でだからまあだん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 僕はそういうとこから始めて、今こう少しずつこうヨーロッパの近代音楽なんかを勉強して、こうだん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 僕はね逆に川をね鎖交してるっていうかね、うんうん、どん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 、うん、今頃になってバッハとかベートーベンとかっていうのすごい感心したりして、うん、してるわけで、ちょっと普通のまあ日本の音楽的な環境に育った人とはちょっと違うかもしれないんですけどね。そうね、僕は、うん、だからあのつまりそのそういう、じゃあ本当にこう生の音とか偶然で出た音にものすごく関心を持つということは、あのそういう音を本当にあの自分がまあどういうふうに、まあ、僕は音は分かんないけど、例えば我々の映像の方で言っても、そういうものをどのぐらい自分が感じるかっていうことを非常に敏感に感じるとね、いや、 やっぱりそういう音と、つまり作られた、まあ、音とか作られたイメージというものがこう違うことが分かってきて、それでその違うことが分かってくるってことは、あのだから作ったものがつまらないんじゃなくてね、むしろその作るということのにこう作ろうとしてる人間のこう、実にある意味で考えたらバカなことしてるのかもしれないんだけどさ、つまりアフリカなんかに行くとね、 でもね鳥なんかでもほら、しっかりなって人の声を真似しようとしてるようなね、うん、鳥が いるんですよね。僕オーストラリアに行ったらね、その鳥は機関車の音とかさ、うん、最近ほらあのバイクの音、うん、しっかりなって研究してね、泣いてるわけよ、うん、それでオスの人は非常に悲しいんでね、うん、昔この鳥はとてもいい声で泣いてて、うん、真似するのも他の鳥の声を真似してたってわけよ、うん、でその時はとっても美しかった、その森がね、そういう珍しい鳥なんですよ、うん、コトドリとっても美しい、もうね、うん、優雅なね、あのこういう形を色やなと、うん、すごい美しいの、うん、あのね、バイオリンのこういう胴体みたいなね、大きなあの尻尾があってね、素晴らしい綺麗な鳥なの、うん、で昔はその綺麗な鳥が美しい声で鳴いてた、うん、したら最近はその姿は美しいし、森でめったに姿は見えないんだけど、聞こえてくる音っていうとバイクの音とかさ、自動車の音、鳴いてるわけよ、非常に悲しんでるわけね、お世話の人は、うん、ただ僕はその時さ、やっぱり何か鳥の中にもそういうものがあってね、うん、つまり自分がもともと出せない音をさ、もうすごい無理して出そうとするっていう、
こともさ、やっぱりその鳥にとってはこうすごいやっぱ生きてる、うん、ことなんだよね。だからこうね、うちの娘が初めて言葉をこう言おうとしてる時なんてのはすごいわけね、うんうん、子供が言葉が言えなくてしかめになって考えてさ、うん、なんとかして言葉言ってるようなことにものすごく感動したんだけどさ、うんうん、やっぱりそういうことをしなくちゃいられないような力がこう人間の中にあってね、うん、そのつまりじゃあその芸術家であるとか、じゃあ芸術的に表現をするっていうことは、じゃあ普通の表現っていうことといったらどういうふうに関係があるのかね、うん、だからまあそういう意味じゃ、まあ武満さんってこうごく時々だけど短い文章を書いたりさなんか僕の大体記憶っていうのは武満さんって割に黙ってばっかりな気がするけど、それでも結構喋るの好きなんだよね。大好きですよ、ね、うん、だから その辺がね すごくこう、つまり俺は音楽家なんだから俺の言いたことは全部音楽で言うっていうのが、なんとなく芸術家のさ一つのポーズみたいなのが、うん、あるじゃない、あの人は音楽でしか言わないから、日本にはことにあります ね。でもそんなこともう言ってられないもんね、うん、やっぱり今なんかやっぱりまあ音楽家である僕はこんなこと言っちゃったのもふともないんだけど、作曲だけやってるなんていうのはやっぱりちょっと不健康すぎじゃないのかっていう思うよね。いられないもん、やっぱり。ただもちろんね、反面僕はさ、やっぱり僕は音楽だけでものを言いたいとかねっていう気持ちがなくはないんですよ。そういうもうしょっちゅ こう引き下がって、あっちでもないこっちでもないっていうことなんだけれど、いやね、僕も初めそう思ってたんだけどさ、武満さんを見ててこの頃そうじゃなくて、あのつまり それが全部あなたの作曲 なんだというふうに考えたわけよ。あのでそれがどっかできっと必ずその楽譜の中でつながってきてるんだろうけども、何も楽譜がその最後のものじゃなくてね、楽譜は最後のものじゃないですね、うん、それはまあ僕の場合なんかもうことにそうだと思うけど、 あなたに とってつまり竹内さんってね、割にこう第一見たところだと頭がすごく大きいしさ、なんで非常に頭だけの人みたいに思うんだけど、実はそうじゃなくてやっぱりこう生きてるんだよね。つまり竹内さんにとって例えば考えるとか曲を書くということが、同時にまた竹内さんが音を聞く耳を作るとか、そういうことにもこう裏からも回っていくでしょ。だからそういうことがすごくあるんじゃないかと思う。あのだから僕は子供とか動物を 見てさ、そういう中に、子供や動物は別にその美しいと思ってやってたとかあるけど、僕にとってものすごく美しく見えるのは、やっぱりその生きてるということの中にね、その表現するとか感じるとかいうのは全部こうすごい緊張関係でつながってんだよね、うん、うちの娘がね、その2歳ぐらいの頃ね、嘘ってことにものすごく興味持ってね、つまり言葉を覚えていくでしょ、うん、だんだん、うん、そうするとつまりね、ある時ね、娘が一人で部屋でね、あのこうゆで卵が置いてあったらね、卵じゃないって言ってるわけよ、うん、そのゆで卵が、お前どうしてそんなこと言ってんのかなと思ったら、それから気をつけてるとね、今度コップにね、またコップじゃないとか言ってるわけよ。でそれからだんだん拡大してきて、猫を飼っててね、その猫を捕まえてね、にゃんこじゃないってしかも言ってんだよ。でそれではその時だんだん僕がそれ興味って分かったもんでさ、今度僕のとこやってきてね、僕を捕まえてさ、パパじゃないって知識で言ってるわけで、僕は初めはさ、はあ、子供ってこんな小さい時からね、自分の父親が誰か疑うのかなと思ったんだけどさそうじゃないんだよね、うん、っていうのはね、それをだんだんねあれしてたらね、今度はね、卵は卵じゃないとかね、コップはコップじゃないとかね、歌みたいにして言ってるわけよ、うん、ね、でそれ非常に哲学的っていうか、ルネ・マグリットみたいにでもね、あれほとんどの子供はみんなやるんだろう、うん、で そのうち区別してね、うん、にゃんこはにゃんこだけど、わんこはわんこじゃないとかね、それはまあ僕もそうだろうと思いますよね、きっとほとんどの子供がそうなんだろうと思うんだな、ね、まあ、ただそれがいつまでそういうこう、なんて言うんだろう、非常にこう純粋なそういう、感じ方っていうか、そういうものはまっすぐある因習にこう染まっちゃうわけだから、うん、型にはまってくるわけで、うんうん、それはでもまあ羽生さんにそういう感じ性が非常に強いからね、例えば面白い本読んだけど、羽生さんが子供の頃、まあ、算数で足し算で 2+2=4 っていう、うんうん、そのまあ非常にこう絶対的に、まあ抽象的な4っていうのはなかなか理解できなくて、
馬の4匹と猫の4匹っていうのを果たして4っていうのは同じもんだろうかってことに非常にこう疑問疑い出すわけよね。象の4と象が4匹と猫が4匹で同じ4っていうのは実は全然違うだろうと思うんですよね。だからそういうことを実際は子供が思ってると何も子供だから思ってるっていうより人間ってものはそういう変なこと言葉を作るなんてそういう変なことしたわけだから必ず使うときね変だなとやっぱ思いながら使ってんじゃないかと思うのよ。それ20世紀の人間だからといってよもう赤ちゃんの時からねそういうふうに非常にこう関連的になった言葉ありますって使ってんじゃなくてやっぱり生まれた時は原始人の子供とそんなに変わらなくてね同じように非常に素朴に変だな言葉って変だなと思いながらこう手探りでね言葉を使うでしょ。で僕ねやっぱりそういうふうなことっていうこととつまり例えば芸術家がものを作るとかいうふうなこととね全く無縁なようには思えないわけ。無縁じゃないですよね、うん、で僕ね今の話でそのネーミングっていうか名前をつける、ね、自分がまあ呼びかけてある名前を自分、うん、本当はね全てのものにそれぞれ一人一人がみんな名前を勝手に自分がこれはこう呼びたいと思った時にそのものはその人と一つになって、うんね、まあその本当に自分も所有されるし自分も相手を所有することになるんだけど一つとしてその同じ名前をこうつけないで呼ぶっていうのはね、うん、とっても素晴らしいんですよね、うん、音なんてね一つとして同じ音なんて本当はないはずなんですよ、うん、だ僕はやっぱりその音楽をやってて一番困るなと思うのはまあ全部12なら12の音階名で全部が できちゃうでしょ、うんうんうん、ところがねそんなに純粋なもんじゃないんですよね音っていうのはもっと複雑でさもうそれで人に同じフルートの音だってフルートのどの一点どの音とかって、まあ、吹いたって人が違う人が吹けば全然違う音に聞こえるはずなんです、うん、それを全部同じ名前で呼ぶっていうのはね、うん、不思議だなっていうね、うん、ことは僕もとても強く感じまして音楽始めた頃、うん、いつだったか5年ぐらい前かなオーストラリアのダーウィンからちょうど、東の北東小さな島があって、うん、グルートアイランドって、うんそこに1週間ぐらいいたのかな、うん、なんか行く前にあったよね、そのアボリジニの、うん、僕はね前それまでもちろんその いくらかオーストラリアのその原住民の音楽とかそれからまあドリームタイムとかいろんな絵ですね絵とかそういうことについて本屋なんかでまあ知っててことにまあ音楽のことについては知ってるつもりだったんだけどね言ってみたら何人も知ってたっていうこととつまり書かれてるものがいかにいい加減だったかってことにびっくりしたのね。つまりオーストラリアのそのアボリジニーの人たちは不思議なんだけれどもまあ世界的にもそのめったにそういう例はないんじゃないかと思うんだけど楽器ってものを持ってないんですよね。で楽器っていうのはさ、まあ、それこそインストゥルメントで道具でさ自分のまあ手の延長とかさあらかじめこう準備されて調律されたりなんかしてるってことがあるわけでしょ。だけどオーストラリアのまあそのディジリドゥっていうのはあのマングローブとかユーカリなんかの木のをアリが食っちゃってつっぽに空っぽにしちゃって髄を食ってるしたらそれをただ吹くだけなのよ。だから長さはもうまちまちだし、うん、短いのもあれば、うん、本当に3メートルぐらいあるのがあってみんなこう抱えて、うん、後ろからプラーって吹くだけなんだけど、うん、であとはそれこんなに槍とかさなんか日常使ってるものをただこう たたいてあとは 足とか声だけでしょ。つまり全然あらかじめその音楽のために音楽表現のためにこう準備して作られた道具ってものは何もないわけですよ、うん、で彼ら自身の中になってさ音楽なんて観念はまるっきりないんだと思う、うん、だけどさ朝からブンブルブン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 やってるわけ、ね、ああいうのを見るとねだってあれも一つの表現だしもう一つ一つの音の中にね彼らが聞いてると僕なんかには何も分かんないんだけどいろんなことが分かるらしいのね、でもちろん物語的なものがあったりこう
説話的ないろんなことがあったりね、それみんな喜んでわーってやったり、それでうまい下手もあるらしいんですね。僕ら聞けばさ、誰が吹いててもみんな同じようにブーブーブーって言ってるだけと思うけれども、でも彼らにとっても非常にすごい表現世界があるわけ。で、それがさ、僕らのやってる芸術的な音楽っていうか、まあ、近代的なその音楽、どれだけ違うかってさね、そんなに違わないですよ。もう僕たちはさ、与えられた、もう準備されたもので、全てその上でね、やってるんだって。で、あの人たちはもっと、僕、決してこう感傷的に言ってんじゃなくてね、やっぱもう本当に、あの、長いこと、物語がどん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 毎日増えてきて、それを一本の筒っぽでね、表して、それをみんながまた分かり合えるっていうのはね、素晴らしいじゃないかと思うね。僕らもどんどん細分化されたね、こう洗練されたものをやっててね、それなのにみんながね、ほとんどお互いに分かり合えなくなっちゃってるっていう状況はね、だからもう芸術としてはね、ちょっとやっぱりどっちがそれ表現としてね、その力があるかって言ったらね、この頃ちょっと考えたことはね、あのまあ その一番最初にちょっと話に出たその既存宣言なんかのことに、まあ、戻るんだけどさ、まああのだからまあ僕はまあ自分がどう思ってるせいか、どもりを障害っていうふうに、まあ、考えてなかったんだけどね、そのさっき竹内さん障害っていう言葉を使った時、実は僕もまあやっぱ僕自身は一種のこう障害者みたいなもんかなと思ったわけ。いやだって そうだと思うの。つまり子供の時からさ、つまり学校でさっきも言ったように、つまり先生が2たす2は4って言うでしょ。でするとその何でも2たす2は4かっていうふうにすごく考えるわけよ。で犬だったら2匹と2匹で4匹かもしれないけど、ねえ猫なんてなかなかいっぱい集まんないとかさ、馬はどうだとかさ、そう考えるわけよ。でつまりさ、そういうふうに考えるっていうことはやっぱりちょっと異常なんだよね。いや本当に、それでね、やっぱりね、学校でね、やっぱり座ってらんなかったらしいのね、なんかしょっちゅうひょぼよがね、どこか行っちゃったりね、歩いたりしてたでしょ、どうもね。でもやはりさ、子供がそのこれは卵を見て、これは卵じゃないっていう、ね、ことがそのまあことで、その今の、まあ、僕たちがやってる芸術表現の中でね、こと今非常にこう西洋的なそのまあ近代の影響を非常に受けた中では、それを言う人がいないとね、ある制度はね大敗してくるだけで、新しくその新しいなんていうの、さらに制度が新しくなるってことはね、ないんじゃないでしょうかね。だから僕はね、そのまあ今そのまあいろんな西洋近代の弊害っていうことが随分言われて、まあそれはまあポストモダニズムとかいろんなことを言ってて、僕よくその実態は分かってないんだけれども、それでもそのさっき言ったその障害っていうことをね、例えば僕これをがいい悪いと言ってるんじゃなくてね、一つのまあ参考としてね、日本能っていう芸術があって素晴らしい、音楽的にも素晴らしいで、まあその演劇表現としても非常に面白いって言われてるわけですね。その能の中の一つの一本の笛、能管っていう笛がある。それは中国から入ってきた流笛っていう、まあ雅楽で使っている流笛っていう笛を使ってるわけです。ところがその一本一本全部調子を狂わせるようにね、中に無作為にね、変な竹のこう変なものを入れちゃうんですよ。で音は出にくくなるし、一本一本調子が全部狂うわけ。それを使って吹くわけ。それは一つの障害装置を作るわけね。でそれであれだけのなんか素晴らしい、そのなんていうの、笛吹きがその障害を通して本当にこう自由になる。まあこれはちょっと後からのようにその観念的な解釈なのかもしれないけれども、それでもね、そういうことが実際にあってね、その他にもそういう例っていうのは日本にたくさんあるわけです。で、まあもちろん日本だけじゃなくて、西洋の楽器っていうのは、なんとか音が出しやすい、誰でもまあ出せると。で、音はどん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 純粋化していって、一つの音にあんまり意味がないと。
それだから人がそれを使って言う時にやりやすいっていう風になってきてるわけでしょ。ところがそうじゃない、まあ、アジアの音楽なんかにすごい不自由なやつがあるわけね。今の笛もそうだけど、例えば日本の三味線なんかだって琵琶なんかでも、中国の琵琶なんてのはね、フレットがこうあって触ればねその音が出るわけ。ところが日本に来たらね、いつの間にかこのフレットが背が高くなってね、糸がゆるゆるでね、人の押さえ方によって音はもう全然いくつもたくさん出ちゃうわけよね。でそういう風になってきて、しかもその触りっていう変なねものを作るんです。その首のところにね、こうその傷つけてね、糸がこうビビビビビビっていうように、それを触りの谷、触りの山っていうんだけど、こういうの作るんですよ。それでもう本当になんかあれほど便利だった中国の、まあ、例えばピパっていう楽器が日本に来るとすごく不自由になって琵琶になるわけね。それでその触りっていうものが出てきて、で触りが取れるようになればもう一人前ですなんて、まあ、それはもうだんだんそれが一つの型、また一つのパターンみたいになって、こうそれを教えてわーっとこうビンビン変な音を作って喜んでるわけだけど、ところがさ、あの例えば僕たちがその知らない間に歌舞伎やなんかを 見つける、まあ、触りだけ見てとかっていういいっていうことになってるでしょ、美的にも、それは実は触りっていうのは人に触るっていうことなんだけれども、同時にね、障害の障っていうんじゃないですか、触りっていうのは、具合が悪いっていうことなんです、触りが非常にこう、そうなんです、非常に両義的でね、でそういうことっていうのはね、僕はやっぱり最近とても関心があるんです、面白いっていうか、そういうあり方、そのいや僕はその今のね、田辺さんの、まあ、田辺さんと話してだいぶその いろいろ励まされましたけどね、あのね、それで思い出したのはね、アフリカにね、そのねリズム外れっていう考え方があるわけよ、でその最近アフリカっていうのはものすごく歴史が古かったっていうことが、歴史ってそのただ人がいただけじゃなくて、結構それなりにいろんな、まあ、文化とか、まあ、文明みたいなものを作っていたってことが分かって、まあ、それはそれですごく面白いんだけどね、それアフリカ人がいろいろ研究し始めてねいるんだけど、その中にねその リズム外れっていうその哲学みたいなのがあって、っていうのはその農耕が非常に早い時期に発達して、まあ、共同体でしょ、だからリズムはものすごく大事なんですよね、そのリズムってはもちろん踊りのリズムなんだけど、基本的には生活のリズムと関係あるんだね、でそのためにそれはそれぞれの住んでる村の条件とものすごく関係あるから、村のリズムってのがあって、よその村の人がお祭りの時に訪ねてきてると、その人はなんか特別な衣装を着るんですよ、変な白いもんかぶって、っていうのはどうしてかっていうと、その村の リズムでは踊らないわけ、彼らは自分の村のリズムでしか踊らないんですよ、つまりそのリズムとはそのぐらい固有なものだっていうさ、ふうにものすごいリズムを重視するのね、でところがさ、そういうそのそれだけ共同体でみんなのリズムを重視するっていうところだけを見ると、例えば我々の社会ととても似てるような気がするんだけど、そこにリズム外れが必ず生まれるっていうわけよ、つまり子供で、要するにあなたといえばその触りがあるっていうか、ね、あなたも割に大変なことですね、子供の時から右手あげろとどうか左手上がっちゃったりする、するじゃない我々が、でそういうような子供がいるわけ、それはねものすごく大事だと思うわけ、ね、それがリズム外れを大事にするという考え方で、でお前はものすごく村にとって大事だ、ただしその一緒の仕事はできないって、それはそうですよね、農耕でみんなやっと触れ合った時さ、それだけ下に下ろしてたりしたら危なくってしょうがないわけだから、っていうことでなんか特別な仕事、それは お祭りの時ね、あの おかしいことするんですよ、またアフリカの人って、転び専門なんていうのがいてね、こんな大きなお面かぶって転んでばっかりなわけよね、でそういうのとかね、いろいろあるから、そういうのを知ってぜひいてくれっていうのでね、どうして大事かってことを最近いろんな議論してるんだけどね、つまりね、こう考えるみたいなのね、そのリズムっていうのは人間が環境に適応するいい方法だと、だからものすごく昼間暑いところでは昼間寝ててさ、まあ非常に単純に言えばね、涼しくなると起きるから1日が4回ぐらいに分かれてるとか、そういうリズムで、ところが環境は変わるって考えるんですよ、アフリカには、ところが割に我々は環境を変えるって考えるんですよ、彼らは環境が変わっちゃうと思っちゃうけど、そのまだ暑かったら暑くなくなったり、雨が降ったら降らなくなったり、でそういう時村中が一つのリズムでいると村が滅びちゃうって、ね、でその時に、ああそういえばああいう歩き方もあったなとかさ、ね、つまりこれからは
こうみんなで、ね、一緒に耕したりしないでこうちょっとねみんな勝手にしようとかそういうヒントにものすごくなるから、うん、ものすごく貴重だっていうのはね非常に面白いと思うのすごいね、うん、ねだからその本来その表現とか芸術とか創造とかいうふうなことの中にはそういう要素がねすごくあると思うのよつまりそれ自体がものすごく意味があるのかないのか分かんないんだけどとにかく人のしないことをしてしかもそれはわざとじゃなくねそのでどうも非常に難しいのはほら想像とかなんとかってなんかそのみんなわざとするからそれで結局つまんないんだよねでそうじゃなくてその本当にそうなのよそういうものっていうのはこう生きてることの中で自然に出てきてっていう考えるとねまあアフリカ人の方が そういうことはほら、うん、なんていうのぼーっとしてるに見えるんだけど割にそういうことを考えててねまあ面白いと思ったんだけどね、うん、あ本当に面白い何すんだよおい。なんだ大事すんだよ。痛かないよ。こんなんで痛いなったら男じゃないよ。まだいもんなるよ。なんで顔に血塗るんだよ。おずいぶん血出てんじゃなきゃ。何で任してきなよ。金もらってんだからよ。ついてこいよ。どこ行くんだよ。みんなついてこいよ。うん。うん。痛くて逃げないでくれな。うん。どこ行くよ。ちょっとよ、いないよ。俺の限界点はちょっと深かったんだけどよ。ちょっとやるたちじゃないよ。そういうことは困りますね。何困りますおい、何困りますこの野郎自分の野郎、何俺に殺されてんのかこの野郎、おいなっちゃうなよおさぎの野郎、近いよこの野郎、殴られてやるとなよく分かんなかったもんね、うん、ハニさんと会って、うん、ハニさんと仕事してて、うん、分かりたいと思ってずっと一緒にそばにくっついてて、まあ、60年の頃ですよね、不良少年の頃、最初のハニさんの劇映画っていうか、まあ、いろんな問題があったりして、でこの間たまたまいろいろ友人やなんかに勧められて、なんか自分の映画音楽だけのね、うん、コンサートやったんですよ、うん、でその時にいろいろまあその映画の話やなんかをまあしなきゃなってしたんだけれども、僕は自分の映画音楽っていうものをね少しでこう自覚したっていうかな、少し分かったっていうのはね、あの経験がなければね分かんなかった。ハニさんはやっぱり僕の映画音楽のね師匠ですよ、ね、パトロンですよ大パトロンっていうか、それまでももちろん映画音楽やってたけど、うん、不良少年やった時からやっぱり自分が映画っていうものに関わる姿勢も随分変わってきたんじゃないかな。でそれからの方が僕は映画音楽でもいくらかいい仕事を してきてんじゃないかと自分では思ってるけど、いや僕にとってもね、まあ竹光さんと一緒に初めて仕事したな思い出には非常に残っててさ、まあ非常に僕と竹光さんが違うっていうのは何も個人の資質が違うだけじゃなくて、まあ やっぱりこう僕の方法みたいのがかなりこう外れた方法だからね、つまりさ俳優じゃない人使うとそれが俳優よりもっとすごくてさ、つまりそれがリアルっていうよりむしろあれはあの映画を作るということを通して不良少年が遊んだようなもんなんだよね、うん、そ遊ぶことを通して、うん、むしろ自分のこうなんていうのかな、こう精神というか魂の中に隠してたみたいなものがこう飛び出してくることでさ、こう映画を撮ってると変わっていくんだよね彼らが。でその変わっていくのがそのまま映ってくから、もうこんな面白いことはないって言ってさ、うん、つまりあの映画の中でさもう不良少年がそうやって遊んでるように僕も遊んでるわけじゃない。それはもう子供が
友か友じゃないって言って喜んで、俺はぐらい賢い世界にいないんじゃないかと思ってるような意味でさ、ウィリアム・シェルマンあの瞬間もすごい喜んだしね、フレッシュンたちの映画撮った時で、こっちもまた一緒になって喜んでるしさ、じゃあこんなにしてみんなでわっと、もうすごい幸福になって不思議なさ、あるみたいな実生活に起こりようもないようなことをさ、もう全く金もかけないでやってるわけでしょ。だからそういう不思議な映画に、じゃあ一体どういうふうにして意識して表現をこうくっつけていくのかっていうね、とか竹内さんってのはやっぱりちゃんとそういうとこを抑えててね、まあ、あの時僕はもう少しちゃんとした心があればさ、もうちょっと竹内さんの あれはこう無言の中の人の問いかけだったと思うのね。いいか、歌だけじゃこれからの遊びには食っていけねえんだよ。まあ頭使うことだな。喧嘩やってと捕まって、それだけじゃ世の中渡っていけねえだろ。まあ札に垂れ込まれねえようなネタでも探して恐喝するのが一番いい方法じゃないかな。特別な特殊な状況にいる子どもたち、うん、でまあそのなんていうの、その不良少年とか、うん、非行少年で寛解に入っている子どもたちで、まずねその音楽でね何か具体的なことをね音楽で表すっていうのはね、うん、非常に難しいわけ、ね、常にこうなんか抽象的なものをこう置き換えてね、うんうんすると、それとまあ外に起こっていることをね、うん、一度こう自分の内部に抱えてやっぱりこう、ある音楽的なものにこう変えて出すっていうことがあるわけね。するとあそこではもちろんそのハニさんもすごく楽しそうに、みんなスタッフもみんな楽しそうにやってたけれども、まあ僕が一人でその音楽を考えると、ね、そのある非常に特殊なある逆境、非常にこう不幸なシチュエーションにいる子どもたちだと、とまあ、いろんなこう社会的なおもんばかりじゃないけれども、やっぱりその悲しいっていう気持ちがすごくあるわけ、うん、それとそれ、まあそれだけ単に悲しいだけじゃなくて、やっぱりそのあんなにナイーブないい子たちがね、あんなふうなところに閉じ込められているっていうようなことについての、まあ、僕はその、そうじゃないようなあの子たちはもっと良かった、いい子になれるはずなのに、どうしてこんな風になってるかっていう、まあ社会的な視点っていうか、そういうもので見て、すると、まあ一種の自分の中に、僕は特別な宗教を持ってるわけじゃないけど、ある種の、まあ祈りっていうか、そういうような、その感情、まあ音楽も非常に感情的なもんですから。で、それをまあ変えて、すると、どうしても明るい、楽しい音楽ではなくなっちゃうわけだ。なんか暗い、やっぱり聞けば、どっちかって誰が聴いても暗い音楽になる、うんうん、でそれがそのだから本当になんかね、僕の音楽がもっと大きななんか本当にもっと深いなんか批評になってればね、きっとハニさんも、うん、あこれでいこうよろしいってことになったんだと思うんだけどね、そこまでまだいかないねとこだったんじゃないかと思うんですよ。
でも随分2人でさ、まあ、その喧嘩した後、僕はでも最後に武部さんが帰ってきた曲には非常に感心しましたよ。僕も最後に書いたのはもちろんそれどう羽生さんと話した後でふっと分かったような気がしたから書いて、で結局僕はその映画が出来上がって見た時にね、あ、やっぱり羽生さんが正しかったと思ったから、でそれから随分、いや僕はなんていうの、その自分で言うのも変だけど少しこう深くなれたんじゃないかと思ったの、ああいう経験をしてね、その実際にその経験が本当にこうなんか質的にこう少し高められてきたっていう実感があったわけ、僕あの時ね、映画の論理と音楽の論理が違うのかなと思ったのさ、そんな問題じゃないんだよね、もっとなんか大きなことでさ、あの それは僕は非常にやっぱりね、この頃になってね、とっても大切なことでね、でつまり僕はまあどっちかっていうとね、そのあの不良少年と同じようでさ、人から見れば非常に、実に悲しむべき境遇なんだけど、その中でさ、いろいろ悪事を働かせてさ、まあ とにかくうまいことやってますよっていうさ、なんかその面白さ みたいなものって、こうその つながりみたいなものがね、まあね、一つは僕はやっぱり僕の親父に対する反感もあったと思う。で僕ね、親父に子供が一応やりたかったらさ、そのね、人間が作らないもので美しいものはないっていうことをすごく言ってるわけ、ね、あの僕ほら子供の頃からさ、いやいや、鳥が綺麗だとかさ、犬が走るのはいいとか言ってたからさ、余計その親父がそれを攻撃してね、お前ね、そんなものは全然美しくない、美しいものは人間が作ったものだから美しいんだって言うわけよ、で僕はさ、反中で大体子供って親父の言うことはみんな否定しようとするからね、実につまらんと、ね、で僕はついにさ、つまり人間でさえ人間が作ったんじゃないってことをさ、なんとかこうね、でそこが一番美しいというところさ、やっぱり無意識のうちに僕はあったんじゃ ないかと思うのね、僕は武道さんを通してね、つまり僕にとってはそのね、そのつまり作ったもの、なぜ人は作り事をするのかっていうふうなことがね、またなんで面白くなっちゃいけないんだけど、非常に面白くてね、つまりこうどうしてあんなに作るのかさ、作り事をするのかさ、その作り事がものすごく僕にとってなんか面白くなってきてるわけで、そうなった時さ、つまり武道さんっていうのはその両方をこう仕組みになって見ようとしてたんじゃないかなっていうね感じが